広島電鉄700系電車は、1948年に広島電鉄で登場、以前在籍していた路面電車車両である。現在運用されている700型については、広島電鉄700系電車を確認のこと。本校では、前身である500系電車についても合わせて記述する。500型は、広島市への原子爆弾投下で被災したことより、被爆電車でもある。 元京王電機軌道23型である木造高床式ボギー車の500系の台車をはじめとする主要機器を流用し日立製作所笠戸工場で車体を申請して誕生した機器流用車である500系508号1938年11月に京王電機軌道から23型を重量を購入500から509号とされた 500号は後に510号に改版され、501から510号に番号が揃えられた。300型に次ぐボギー車として運用に充てられていた。1945年8月6日には、広島市内外において、史上初の原子爆弾攻撃に遭遇した。木造車であったにもかかわらず、501から503号の3両は、小医者子に、504号は桜戸手引っ込め線に、 505から五百九号の五両は、広電宮、島口駅に、五百十号は、広電一海地駅停泊していたので、小石湖に停泊していた五百一から五百三の三両が、昇破した以外は、後の車両は、無被災だった。九百四十八年より九百五十年に、かけて、六百五十型に準じた十二メートル級三扉車体を新造して五百軽前車から機器を供出。 700K701 から710となった650型との際は扉間の側窓数が窓幅を縮小して5枚に増やされていることと張り上げ屋根であることである。改造車の中には500型での復旧を行わずに直接700型に更新された車両も4両あった。種車が背の高い東洋電気製造 TDK-9C を主電動機としていたため台車は 継承式に対応する JGE ブリル社製のブリル 76E1 であるが高床式となっている。1972年に神戸市電からの譲り受け車の増備で4両が廃車された。残った6両は1975年にワンマン改造されたが1900系の収益開始に伴い1980年までに全車廃車された。がついている車両については500型として 繊細復旧されることなく、直接700型に改造された。700系のシートは木製だったが、709.71例は、シートが、モケット張りだった。広島のチンチン電車、京都出版社、P95 広島ガス電気500系電車に関する、カテゴリー、広島電鉄500系電車に関するカテゴリー、ありがとうございます。